ヘンリー・フリット・クロフトはイングランドの建築家、都市計画家、パラアリオ主義に属する建築家の第二世代にあたる。父はハンプトンコートで働く庭師であった。フリッツ・クロフトは差し戻しや大工として働いていたが、ある日バーリントンハウスで足場から落下し、骨を折ってしまった。これが気になって、第三代バーリントン伯爵リチャード・ボイルが彼の作図の才能に気づき、 1720年にフリットクロフトはバーリントン付きの製図者及び建築補佐となった。ウェストミンスタースクールにおけるバーリントンの寮の下調べを行いトッテンハムハウスの指揮を担当した。パラーディオ主義を主導するサークルでの付き合いが何よりの教育代わりとなった。フリットクロフトは1727年にウィリアム・ケントにより出版されたイニゴージョーンズ建築図集における図面を バーリントン教の援助と指導下で引き直している。1726年5月にはバーリントン教の推薦で王室営前局に勤めることになった。主任大工や主任石膏に昇進しそこから建築分野における工地位に就いた。しかし王室に関する仕事が与えられることはなく、カンバーランド校、ウィリアム・オーガスタスのウィンザー・グレート・パークなどに留まっている。 ロンドンのウエストエンドにおける都市計画及び複数のカントリーハウスの設計に携わり1769年に死去したウォバーン・アビー・ウィム・ポール・ホール。ありがとうございます。